ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、朝ですね、朝ですね、青空ですよ。今日も散歩、朝の散歩です。人生は散歩にしましょうか、久保さん。人生は散歩であると。まあ、マトリックス始まりましたね。マトリックス、久保さんはマトリックスですよ。人生は散歩であると。いや、朝日がすげえ、ご来光ですよ。うわ、すごい光が、光がすごいですね。まあ変わらない、変わらないですね。やることが、やることが変わらない。今日も、今日も動画を撮る。おはようございます。知らないですけど田舎っていいっすね普通におはようございますっていうね、来るっていう。まあテーマだ、まあ散歩だからな、散歩してますよ。そう、散歩、人生は散歩である。やっぱね、まあ、散歩して思うのが、車で通る道でも散歩で歩くと景色が変わるんで、見えるものだったりとかね。車だったらピッて行っちゃうところも、まあこの花とかもね、この花とかも車で通ったら見えないんですよ。あ、猫ちゃんだ。おお、どうも。久保さん、猫ちゃんですよ。久保さんは猫派ですか、犬派ですか。僕猫派ですけど。いやー、朝の空気はいいっすね。このチュンチュンもいい感じで。タバコ吸うんですけど、やっぱ空気、あの朝の空気、タバコよりうまいっすね。うん、この澄み切った感じすごいな。これ久保さん、これなんすかね。なんか久保さん、これなんだろう。やたらでけえな。チュンチュン鳴ってますよ、チュンチュン。まあ今日で僕39歳ですね。39歳ですよ。だいぶ髪の毛が薄くなりましたね。まあ、あの前回の動画でも言ったんですけどね、なんかそば食うだけみたいなね果たしてあれはできないのかな。
ね。やってみればいいと思うんですけどね。やらないと何も分かんないですから。まあだから僕も散歩もね、やっぱね、やってみて、まあ、こんな素晴らしいんだっていうのがね、分かったし。でも今までやってなかったからそれが分かんなかったし、本当ね、朝気持ちいいですね。だからなんか人生もったいないことをちょっとしてたなっていうのは感じますね。だから1日24時間でこの朝の空気っていうのはこの朝しかないですからね。今日も結構朝からね、10本ぐらい動画撮ったな。結構溜まってまして、メッセージが。そう、まあでももうほぼ終わりですね、今日の仕事。ね、久保さん。今日の仕事、終わり。もう朝7時、今朝7時ぐらいなんですけど、7時にもう仕事終わってるってね。あ、ブログ書いてないな、ブログ書かんとな、ブログ書いてないです。そういえば、まあ今こんな生活してますけど、まあここに来るまでいろいろありましたからね。この優雅にぼやいてますけど、借金ある頃は、まあこれお客さんに言われたんですけど、まあその状況でよくなんかその元気にこうやってましたねとか言われたんですけど、まあ単純なんですよね。そのいや借金があってしんどくて、あの今日も辛いです、請求書が来てどうしたらいいか分かりませんと。みたいな人から、まあ、商品買わんでしょうと。久保さん買います？いや僕ちょっとあの借金があってあの辛いんです、これ一応商品作ったんですけどこれ売れなかったら僕も破産なんです、大丈夫かなとか言ってる人から商品買います？まあ広告収入はいけるけど商品はね難しいですよね、久保さん。さすがにそいつから商品買うのは難しいなっていう。まああの堀江さんがねハッタリみたいな本出してますけど、まあ、ハッタリですよそんなの。ハッタリ、ハッタリでございますよ。ハッタリかましていかないと。いやー気持ちいい、気持ちいいです久保さん。この大自然、稲ですよ稲。久保さん、いいね。あ、これ東京にはないですね、これね。東京には、東京にはない。この感じ。ご来光ですよ。これね、東京にないですよね、久保さんね。この感じ。これどうなんですか、このなんかもう生命の営みを感じますね。米です、米、米、米ですよ。いやいいわ。いやー気持ちがいいね。まあ皆さん朝出社、まあ鹿児島はねあのみんな車出社ですか、多分今あの7時ぐらいだったらちょうど出社の時間じゃないでしょうか。いやーどうですか久保さん、この
いいですよ田舎まあでもね、マイナスポイントはあの遠いですね。まあ遠いけどマイナスをプラスに変える男ですから、あのコンビニまで遠くてもね、コンビニまで遠くてもまあこういう景色も見れますから、散歩できるし、どう捉えるかですね。なんかコンビニまで遠いじゃないですかみたいなね。いやーでもコンビニまでね歩いて3分とかだったらね、この感じコンビニまで歩いて3分だったらこの感じは得られないな、まあ、東京にはないからねこれ。人生何を切り取るのか。まあ切り取り方で人生が、人生というマトリックスがねできんじゃないですか。久保さんもあのマトリックスね教材買って、もうずっとこのシリーズあの教材のこと言えんじゃないですかもはやたあのもはやあの久保さんがずっと言うから、あのマトリックスつけますからねそう、あの教材、あのなんだもうあの900本以上、あのあれですよ、999本、マトリックスアフリエイトのこと言えますよ久保さん思う存分吉谷拓郎は詐欺だったっていうね吉谷拓郎は詐欺だと、お前が紹介したから俺は買ったんだ、詐欺金返せって、返しません僕はすいません返せないです、そこはそこは逃げますね。まあいろいろありましたからね、お付き合いっつうのがまあ僕もね、でもねその事務所に来た時ね、あれここさ、なんかなんかスマホが置いてありますねあれスマホが置いてあるスマホが置いてありました今ちょっと待って、スマホなんでこんなとこ置いてあるんだなんかスマホが置いてありますよ謎ですね誰か忘れたのかな、謎です謎のスマホ2台ですね、なんだろう、あそこに忘れるってねえだろうな、落とすのもなんかちょっとないしね、あれはちょっと警察に届けた方がいいんですかね、どう思います久保さんわざと置いてるのか落としたのかどっちなんだろう、どっちなんでしょうね久保さん謎です謎、いやー人生は謎ですね。あ、カモちゃんがいますよ、カモちゃんが。カモちゃんが。カモちゃんが。ワグワグ言ってる。ワグワグ言ってるカモちゃん。カモちゃん。
じゃあこっち来ないかな。オッケー。なんかやってますよ、久保さん。なんかやってますよ。うぎゃうぎゃ。はい、ということでマトリックススタートです。携帯は何だったんでしょうか。行ってらっしゃい。